それその問題解決に役立ちます。本日はパナソニックの ML3 シリーズから考えます。この製品の詳細については直接お問い合わせいただくか、当社のウェブサイトをご覧ください。パナソニック問題解決のご紹介をさせていただきます。ソーラーレシーブはコンプトレック装置として様々な用途に使われております。ソーラーレシーブ機能として開閉検知、ポジション検知機能と回転検知機能があります。開閉検知機能では通常省エネとして使われることが多いですが、ご覧のように様々な使い道がございます。また回転検知機能は自信色で回転速度を検知することで回転機器の正常精度を高めることができます。ソーラーレシーブの基本機能について説明します。回転検知、ポジション検知機能では1極、M 極双方の時間を検知できるので磁力の直線に関係なく使うことができます。また回転検知機能では S 極から M 極、M 極から S 極への時間の変化を検知することができ、トイブツーやプラットボールといった用途に最適です。モードライシーはインフラの現場でも電気を必要としない熱帯策として日々活躍の配慮をしているだけで熱帯策に必要不可欠であると言えます。温度変化が激しい宇宙空間でも GPS プラ対策機器はますます重要な役割を果たすでしょう。私たちパナソニックは快適で安心できる製品開発と信頼のパートナーシップで未来を見据えています。パナソニック3モーター、アンプ、2月 E シリーズは小型機械駆動を目的とした1制御専用の製品です。コンパクトに簡単にのコンセプトとしたシリーズとなっております。 E シリーズは幅広い用途に対応する2月シリーズの中でも高機能、低価格を目的とした製品としてラインナップしております。小型でありながらリアルタイムオートチューニング、適応フィルター、精神制御などハイグレードなサーブアンプを実現しました。E シリーズの大きな特徴の一つにはその小型化が挙げられます。インテリジェントパワーモジュールの採用により制御基盤と電源基盤をオンボード化、さらに高密度立層と最適高熱設計の採用によりサーブアンプ本体の大幅な縮小化に成功、業界最小サイズとなりました。同じサーブモーター2月 S シリーズと比較してみると小型は力前、200ワットタイプで従来体積比 53%、
冷却圧縮タイプで従来解析時 47% を実現しました。また E シリーズは縮小化に加えて軽量化の大幅に実現、リンゲールへの取り付けも可能となり、設置の安全性も向上いたしました。さらに E シリーズにはオプションのコンソールを使用して作業現場でのパラメータ設定や保存、そしてコピーが手元で簡単に操作できます。設定したパラメーターはコンソールに保存し、別のサードアンプに転送できるので複数台への同一パラメーター設定も簡単、パソコンも必要ありません。そして E シリーズにはモーター社独自に開発したアルゴリズムによるリアルタイムオートチューニングを搭載、機械の合成レベルを16個の中から選ぶだけで職人技の電位チューニングが可能となり、実現時間の大幅短縮が実現されました。その性能はご覧の通り、ボールネジ、ベルト駆動などによる他社ターボモーターとの比較では実現制定時間が圧倒的に短縮される結果となりました。 E シリーズは製品制御機能を搭載しております。製品制御機能により機械が持つ先端微振動等の中和性成分を除去でき、今まで抑えきれなかったヘッド線の先端揺れを測定することが可能となりました。これは製品制御機能の比較実験です。ご覧のように機械の振動が大幅に制限されていることをお分かりいただけるかと思います。